福岡県宮若市では夏休み初日となった先週金曜日に川遊びをしていた小学6年生の女子児童3人が溺れて死亡しました。事故を受け、県内の保護者は子どもたちの水難事故防止にどのような視点で向き合っているのか取材しました。多くの小学校が夏休みとなった先週金曜日、福岡県宮若市で川遊びをしていた6年生の女子児童3人が溺れ死亡しました。現場付近は水深が急に深くなる場所があり、3人は深みにはまった可能性があるということです。女子児童らが通う学校などによりますと、川へ向かったのは合わせて8人で、この中に大人はおらず、また児童らは水着ではなく普段着だったということです。こちらは今日の鹿児島市次元寺公園です。公園内は和田川の上流にあたり、この時期は川遊びをする子どもたちの姿が多く見られます。川べりで子どもたちを見守る保護者は、福岡の事故をどのように受け止めているのでしょうか。心が痛くて、もうちょっとちゃんとニュースを見ることができなかったんですけれど、今まで以上にちょっと目を離さないようにしたいなと思っています。チャレンジするところも必要かなとは思うんですけど、それでも自分のできる範囲でっていうところは心がけてもらえたらなと思っています。中にはライフジャケットをつけて遊ぶ子どもの姿も。去年から使っているということです。さっきも来た時に転んだんですけど、これ着ててプカって浮いてとにかく浅くても溺れるから、勝手に水で遊ぶなっていうのは言って、ちゃんと大人が見てるとこじゃないとダメだよっていうのは言ってますね。県警によりますと、県内では去年52件の水難事故があり、28人が死亡していて、いずれの数字も直近の5年間で最多となっています。また今年も昨日までに水難事故で14人が死亡していて、そのうちの半数にあたる7人は今月に入って死亡しているということです。県警は、体調不良の時は海や川、プールに入らない、子どもだけで水遊びをさせないなど注意を呼びかけています。はい、コロナ禍が過ぎまして、また外で遊ぶ機会も増えているかもしれませんけれども、より一層注意して子どもたちを見ていかなければならないなということを思います ね。 そうですね。